どうも皆様こんにちは、コークです。今回は英語にするとかっこいい都道府県ランキングについてまとめてみました。それでは行きましょう。愛知、ラブノー。これはかっこいい。なんか、西加奈子さんの小説のタイトルにあっても違和感ないよね。ラブノー。ただこれが日本語になると、こうだから。千葉、サウザンドリーフ。どこ住んでますか？大したことないんですけど、まあその、サウザンドリーフ？かっこよすぎるでしょ。サッカーチームの名前にありそうだよね。鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、千葉サウザンドリーフ。あり得る。青森、ブルーフォレスト。なんかすっげえおしゃれな料理屋とかでありそうだなーって思って調べたら、マジであったわ。福岡に。そこは青森にあれよ。静岡、サイレントヒル。いや、これもかっこいい。そしておしゃれ。ホラーゲームでもあるよね、サイレントヒル。だから今後さ、いや、サイレントヒルめっちゃ怖かったわーって言ってる奴がいたら、静岡の何が怖かったの？うなぎパイ？うなぎパイが迫ってくる夢でも見たの？って言ってみ。絶対友達いなくなるから。群馬、クラウドペガサス。ものすっごい中二心をくすぐられるやつだ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。稲妻イレブンの必殺技とかでもありそうだよね。だから群馬のマスコットキャラクターは群馬ちゃんじゃなくて、こうだよね。鹿島アントラーズ、川崎フロンターレ、千葉サウザントリーフ、群馬クラウドペガサス、あり得る。三重、トリプル。